走感を父に持つ硬派で頼れる男、そして無類のメカ好き、松竹梅弥勒。父は日本画の大家、母は茶道の家元、由緒正しきお嬢様、ただし大の男嫌い、博士家のり子。大病院の御曹司、あらゆるジャンルの学問に精通、武道も極めたマルチ高校生、菊正宗清志郎。宝石商の母と二人暮らし、魅惑の美貌とスタイルを武器に日夜玉の腰を夢見ている木桜花恋。スウェーデン大使を父に持つクォーター、多数の女性と浮き名を流すプレイボーイ美堂グランマニエ。世界の大富豪、顕微子財閥会長の娘、運動神経は男顔負け、趣味は大食い、顕微子優里。超セレブなこの6人、金と暇とを持て余し、あらゆる事件にシャシャリ出る、そんな彼らを人は勇敢クラブと呼ぶ。ありがとうございます。伊藤様、クリスマスのご予定は？私たちのパーティーにぜひ。弱ったな、もう20個も掛け持ちの予定が入ってるんだ。サンタクロースに僕の分身を頼まないと。お願いします。カレンさん、新年は大七で僕と、いや、僕とカリブ海で。どうしよう、選べないわ。お願いします。我々はいつも通り初詣に行きますか。そうですね、男山と初日の出でも行こうかな。小さいな。クリスマスパーティー初日の出、もうみんな小さくて涙が出ちゃう。ああ、じゃあお前は何をするんですか。よくぞ聞いてくれた。あたいはなんと父ちゃんの自家用ジェットでアメリカ行くのだ。そうですか。真っ白な雪山をさ、犬ぞりで走ってさ、もう想像しただけで。あ、ユリ、ちなみにこれ掲示板に貼ってあったから。何お、死んだか。期末テストで落第点を取った者は冬休みを返上し毎日補習とする。学年主任緑川は、まあ無理もありませんわね。どうしたの、悲鳴が聞こえたけれど。あら、理事長、補習なんかやめさせてよ、こんなのひどすぎるよ。そうはいかないのよあなた。あ、そうだ、こういう考え方どうかな。あなた食事取るの大好きよね。そしたら学習は脳の食事、ね、これを食べたら美味しいんだろうな、栄養になるんだろうな、お肌がつる。勉強は、うん、食べることと一緒。うん、よけないな、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 お願いよ、頼むよ、こっちゃん、キャンさん。うるさいですよ、ゆうりくん。なんで言うするからさ。なんでもするの、持ち上げだな。あの努力を勉学に回せばよろしいのに。金なら出す、父ちゃんに寄付してもらうから。寄付？いや、その手には乗りませんよ。とにかくもう学年主任の緑川先生がお決めになったことですから。ほんとー。くっそー、緑川のバカ野郎。どうしました？もうちょっと寒気が。誰がバカだ？これはこれは緑川先生、ずいぶん騒がしいよ。お二人の教育がなってないんじゃないんですか。まあ、いつもながらの強気なご発言ありがとうございます。この顕微子君が補習受けたくないってただこねて。自業自得だろ。頭の足りないやつはその分努力しなきゃいけない。
友達は選んだ方がいいぞ。バカが映る。とは言っても勇敢クラブなんてくだらん活動している君たちのことだ。同レベルってことか。腹立つ。なんであのに態度大きいのよ。本当腹立たしいですわ。実質的にこの学園を仕切ってるのは彼ですからね。まあそいつがそう言ってんだから諦めろ。ゆり、やだ、絶対にやだい。何か何でもアラスカに行って犬ぞりに乗ってやるんだい。清志郎、何とかしてくれよ。ゆり、覚悟はありますか。ある、ある、何でもする。鎌倉幕府が開かれた年は645年。それは大化の改新。不正解。痛いよ、チカチカするよ。頭より体で覚える。なんかさ、国際連合政治論ってさどっきあるよ。あ、京都、あ、違う違う、日本、絶対あるね。何か、なんでもないです。違います。清志郎君、さっきから見てるとだな。どう考えてもこれは父ちゃん、母ちゃん。最高の方法だな。やもっとビシバシやっちゃって。了解しました。では坊ちゃんの作者は。夏目雅子。違います。清志郎のやつ、あんな勉強やってられっての。問題用紙さえあればこっちのもんだもんね。これか。緑川夏、何が自業自得だろ。だよ、こんなの簡単に開けてやる。誰だ。お前、いつの間にいたんだよそこに。幽霊だろ。すごい。ゆり、そんなことをしても清志郎の特訓からは逃げられないわよ。違うってば。ちゃんとこの目で見たんだから信じてくれ。そもそも夜中の学校に一体どうして行ったんですか。いや、それはその、まあだいたい想像はつきますけどね。つうか、そんなことより、1時間目心配した方がいいんじゃないの。数学の小テスト、緑川が試験官だってさ。まあせいぜい頑張れよ。今日の問題は簡単にしといたから。とは言っても君には難しいかな。始めろ。緑川のやつ。え？なんだ？お前。
なに慌てて。理事長、事件です。今日の数学の小テストでケンビシユーリ君が満点を取りました。嬢ちゃま、学校早引きするなんて珍しい。ユーリ大丈夫か？あの話本当だったのね。ユーリがテストで100点取ったんだって。やっぱり幽霊が取り付いたから解けたんでしょ。ごめん、信じなくて。どんな幽霊でした？足あった？お前ら、なんだ、たとえまぐれでも大の実力だとは思わないのかよ。思いません。少年の霊ですか？なんかすんげえ恨めしそうな顔してた。でもテスト代わりにやってくれるなんて、なんか変わった霊だね。よっぽど勉強が好きなんでしょうね。あの清志郎、お願いだから何とかしてよ。あんな奴に取り憑かれたままなんて嫌だよ。お笑いして成仏させて。しかしそう簡単には。どうしたの、ミロク？俺思ったんだけど、このまま幽霊が幽霊に取り憑かれてれば、お前テストずっと満点なんじゃねえの？ポジティブ。清志郎、お笑いなんかしなくていいよ。待ってろよ、緑川のやつ。したい。ユーリの声じゃありません。乗り移ったんですか？復讐ってなんだよ。お前ずるしいぞ。あたいの体からとっとと出ていけ。幽霊と戦ってる。僕はあなたたちの学校の緑川を恨んでいる。緑川って学年主任の？君は誰なの？僕は平泉隆一郎。同じく緑川を恨んでいる彼女に取り付いた。あなた方に奴を裁いてほしい。さもなくば、さもなくばなんだよ。どう？素敵な水晶でしょ？チベットからわざわざ取り寄せたのよ。わしの畑で採れたニンニクも大したもんだがや。肝心な時に。ユーリ大丈夫なの？出て行ったみたい。どうしたんだがや。緑川をさばいてほしい。さもなくば何でしょうね。気になるな。お腹すいた。どうしたのよ。あれ食べないの？ゆり、どうした？これがさもなくばですか？
じゃあ肉まんいくよ。こんなに美味しいのに。じゃあ次カレーまんいくよ。いいぞ。やっぱりダメか。ユーリ大丈夫？大丈夫じゃないよ。昨日から何も食ってないんだもん。復讐するまで食べさせてくれないってことか。似顔絵を描いてください。平泉少年の。いいよ。まあ、あんま落ち込むなよ。私たちがついてますわよ。そうだよ、すぐに肉まんも食べさせてあげるから。みんなありがとう。ユーリ下手すぎますよそれ。え、そうかな。おかしいな。ほら、廊下を走るんじゃない。静かに歩きなさい。ほら歩きなさい。ゆうり、ゆうり、どうしたんだろう。いきなり部屋飛び出して。緑川先生の声がしましたよね。やばいかも。これ今ケンビシが私のことその花瓶で。やだな緑川先生。これはあのレッツ花瓶でダイエットですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シス花瓶。次にこんなことしたら欲しいうところじゃ済まないからな。あぶねナイスミド。俺ユーリから出てけっつの。あれ、あたいどうしたの。これ出て行ったのかな。大丈夫かユーリ。あぶね。終わり。飯食ってないから力が出ねえ。この番組はソフトバンクと緑川が何をしているかだ。キャンブルのためにそんなことをご覧のスポンサーの提供でお送りします。ユーリのために緑川を地獄の底に突き落としましょう。このままじゃユーリ確かに危険だよね。体力も落ちてるみたいだし。どうするのよ。次目を離した隙に殴っちゃったりしたら。もし緑川を殺しちゃったら。もしこのままご飯が食べられなくてユーリが死んじゃったらどうする。カーレン、ちょっと落ち着けよ。どうやら悠長にしてる時間はないようですね。急いで緑川と平泉少年の情報を集めましょう。わかった。どうしたんですか弥勒。いや、この交渉さ、南中のやつじゃねえかなと思って。ええ、そうです。平泉君はうちの生徒でした。生きていればあなたたちと同い年だったはずです。そうですか。とっても勉強のできる子でした。あなたたちのセントプレジデント学園に入りたがっていて。それで入試の後報告に来てくれたんです。とっても出来が良かったって嬉しそうに。けど結局落ちてしまって。
それを悔やんで北条が。そうですか。平泉君は自殺していました。自殺？ええ。どうした、ゆり？平泉のやつさ、みんなには分かんないだろうけど、すんげえ寂しそうな顔してんだよな。そりゃお前なあ、楽しい顔なんてできねえだろう。まあな。けどこういう顔もできたんだなと思ってさ、恨んでたけどかわいそうになっちゃった。ああ腹減った。平泉のことは分かった。あとは緑川が何をしているかだな。なんか背中を見てるだけでムカつくんだけど。僕も。16時10分、あくびをする。そこまで眠らなくていいから。こんばんは。こんばんは。どうぞ。ありがとうございます。もしもし。緑川つけてきたんだけど、あいつ ID チェックが必要な場所に入っちゃってさ、その先は僕たちじゃ入れなくて。したらこっちで何とかするわ。はい、じゃあね。あ、もしもし。うん、ちょっと調べてほしいやついいんだけどさ。カジノですか？ああ、緑川のやつ毎晩裏カジノに出入りしてて相当熱くなってるらしい。金も相当吸ってるって。はい、写真。本当だ、ギャンブル狂いって感じ。あと、最初部屋漁ったら明細と督促状いっぱい出てきて、借金もかなりあるって。借金にギャンブル、一つの可能性として平泉少年はうちの学校に入りたがっていた。試験の出来は良かったのに。ああ。そして彼が恨みを抱いている緑川は、金を必要としているこの学校の権力者だとすれば、答えは入学かよ。はい、もしもし、私ですか？わかりました。じゃあこれから
白岡公園で。ご入学おめでとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。きったねえことやってんなおい。はい、弥勒、ユーリがいなくなったんです。おそらく緑川のところに。は？いい結婚式だったね。いやいやいや、ボロ酔いに関しては私も負けてませんよ。どうしたんですか、加藤先輩。あ、ケビシのお嬢さん。あ、ユリちゃん。確保。はい。寝よってんのかよ、もう。離せよ、離せ。え、なに、弥勒？おいおい、なに、どういうことだ。今、ゆりちゃんはナイフを。バカ言って、ナイフなんてあるはずねえだろってね。そうか。お前らまさか。いつの間にそういう関係になったんだ。もう情熱的に体を寄せ合っては憎いな。皆さん、お前も隅に置けんな。よし、若い二人をやってもう一回行くぞ。ぶんめ。お前ら、この前のことといい、どういうことだ。私をつけましてんのか。いや、そういうわけじゃなくて。問題ばかり起こしやがって。お前らみたいなの何ていうか知ってるか。社会のクズって言うんだよ。よく覚えとけ。生きてるだけ無駄な存在なんだよ。勇敢クラブな。自分の無能さも知らないで調子に乗って。いいか、二度とこんなことするんじゃないぞ。平泉君ですよね。君のことをいろいろ調べさせてもらいました。緑川は裏口入学を行っている。彼のせいで君はうちの学校を落ちてしまった。違いますか。僕はセントプレジデント学園に入学したかった。そのために必死で勉強した。本当に頑張ったんだけど、やつが、緑川が僕の答案を不合格の人間とすり替えたんだ。やはりそうですか。やつが僕の未来をぶち壊した。ひどい、許せない。緑川のやつ、ギャンブルのためにそんなことまでして。本当だったら同級生でしたのね。けどお前バカだろ。受験落ちたぐらいで死にやがってよ。死んでどうすんだよ。死んだら何もかもおしまいじゃねえかよ、バカ。
ユリ、大丈夫か？大丈夫かな、ユーリ。このままもし死んじゃったら。やめてください、カレン。ごめん。ユーリは死にませんよ。いや、死なせません。すぐ元気になんだろ。また腹減ったって言って。そしたらお腹いっぱい食べさせてあげたいね。ええ、もういいよっていうぐらい。ラーメンもステーキも好きなもの全部。どうする清次郎？答えは一つです。平泉少年のために、そして何よりも有利のために、緑川を地獄の底に突き落としましょう。ああ、不可能を可能にするのが勇敢クラブですから。五代に早く元気なお顔を見せてください。どうして？惜しかったですね。もうやめちゃうんですか？あ、お金ないんだ。うるさい！先生、これも貸してあげるからさ、最後に一発勝負しない？先生が勝ったらこれ全部やるよ。相当借金してるんですよね。これでそれも返せると思いますよ。その代わり、負けたらそれ相応のことはしていただきますが。分かった、やろうじゃないか。ちょっといいかしら？店長、見させていただきましたが、随分とお強いようで。まあそうでもないですけど。
どうせなら最後の大勝負ルーレットでやるっていうのはいかがかしら。その素敵なサングラスをお外しになって。ルーレットはあまりよく知らないんで。店長、心配しなくても勝たせてやるから。その代わり半分よこすんだよ。どうすんだよ清志郎。どうすると言われましても、さすがにこれはだよな。その勝負あたいがやるぞ。ユーリ、お前ケンビシ、どうして来たのよ。あんたそんなことできる体じゃないでしょ。だってみんなが頑張ってるのにあたいだけ何もしないなんて嫌だい。けどこれに勝たなきゃあいつだって成仏できないんだろ。あたいはあいつに選ばれたんだ。だからあたいが勝負をつける。どうする、清志郎。お願い。仕方ありませんね。ユーリの悪運にかけてみますか。ありがとう。ここは大勝負らしく、店一番のベテランに任せますか。ちょっと待ってください。この勝負フェアじゃありませんね。熟練したディーラーは好きな目が出せると言いますから。この勝負なかったことに。も待ってくれ。別は別の人間でいい。わかりました。ノリコ、やってもらえますか。私ですか。ええ、弾を転がすだけです。はい。たった1回の大勝負、うまくいくといいけど。勝率は 50-50 ですか。ユーリなら大丈夫よ。いけるっしょ。それでは参ります。ごめん遊ばせ。どっちですりゃいいんだ。赤のような気もするし、黒のような気も。黒だ。
カジノ通いという裏口入学の証拠です。あなたの欲にまみれた行動のせいで一人の少年の夢と命が絶たれました。その罪を背負って生きていってください。お金はいりません。その代わり学校出てって。これでいいだろ、ユリ。お前もこれでいいだろ。したんですね。ああ、これで一件落着ですね。食べられるの、ユリ。やっぱユリはそうでなくちゃ。たくさん召し上がってください。うまいか、ユリ。大事なことを一個忘れてるぞ。明日から期末テストです。ユリは何をしてるんですか。今度は違うレオを呼び出すんだって。それで目指すは満点だって。まったく、素直に勉強すればよろしいのに。お、来たか。我は光秀、信長はどこだ。うわ、ちょっとすごいの来ちゃったじゃん。なんだこいつ、歴史上の偉人が。敵は本能寺にあり。権利書を騙し取られてしまったんです。6匹のハエがうろちょろしとるのに。そこまでだ。違うんだ、誤解なんだよ。ここがなくなってもいいのかよ。俺は嫌だ。この番組はソフトバンクと大学ですか。当然でしょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。自宅謹慎中のはずですよ。親子揃って謹慎ショップ。